循環ルートの車両 C ルートの車両 DE ルートの車両ショッピングセンターサプラ停留所流ヶ崎市コミュニティバスは茨城県流ヶ崎市で運行されているコミュニティバスであるリュウグウバス流 U バス公共交通の利用促進及び交通弱者の移動手段の確保を目的に2002年7月1日に運行を開始した当初は循環ルート及び A C ルートのみの運行であったが、2007年4月1日の再編で A、C ルート3路線が A、E ルート5路線へ拡充され、全路線ともバリアフリー対応車両となった。車両デザインは、龍ヶ崎の頭文字、R を人に見立てたイラストが描かれている。なおコミュニティバスの運行開始に合わせて、龍ヶ崎市と関東鉄道の連携により、 路線バスの昼間割引を実施している。目的は、自家用車からバスへの転換を促すことで、環境への配慮と交通事故防止を狙いとする。昼間割引は、市内移動であれば、初乗り運賃170円、上限210円となっている。ここでは、主要停留所のみ掲載する。他の停留所については、外部リンクを参照。運賃は大人。 子供ともに1回の乗車につき200円均一で全路線とも前払い方式である。70歳以上の方を対象にコミュニティバスの全ルートが自由に利用できる定期券を販売している。循環ルートは当初、クセニッツシティ3の CNG 車で運行されていたが、不調により2007年に現在の車両へ代替。ありがとうございます。